ちゃ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 。断続的に雪やみぞれが降り、寒い一日となっています。今日の日中は気温が下がり続け、午後2時までの最低気温は富山市高岡市吹で 0.7 度、砺波市で0度ちょうど、魚津市で氷点下 0.1 度と、各地で12月下旬から1月上旬並みとなっています。積雪は富山市の広谷で、砺波市で1センチを記録しましたが、富山市と高岡市は0センチです。雨は弱まりますが、冬型の気圧配置は続き、明日昼過ぎから再び荒れた天気になるということです。